ホテルズドットコムはオンラインと電話でホテルの部屋を予約できるウェブサイト。同社は34カ国語で85のウェブサイトを持ち、約19000の場所にある32万5000以上のホテルを掲載している。ホテルや B&B、一部のコンドミニアムや他のタイプの商業、宿泊施設を含む。ホテルズドットコムは1991年にホテル、 レザーベーションスネットワークとして設立された。2001年にエクスペディア、インクの参加に入り、2002年にはホテルズ .com に社名を変更した。米国テキサス州ダラスにある有限責任事業組合ホテルズ .com LP が運営している。ホテルズ .com の前身であるホテルレザーベーションスネットワーク、インクは1991年にボブ・ディーナーとデビッド リトマンにより共同設立された。設立当初、ホルンはもっぱら電話を通じた、主要都市のホテル予約サービスを行っていたが、インターネットの普及していない当時、多くのホテルが仲介手数料の支払いを踏み倒したため、資金繰りに苦しんだ。こうした中、ディーナーは、エージェントがあらかじめホテルから安く販売枠を仕入れた、上で、エージェント自ら価格を決定し、 旅行者に販売し、その利幅で収益を上げるビジネスモデルを新たに考案した。この方式はマーチャントモデルと呼ばれ、後にアメリカのオンライン旅行会社を設見するが、ホルンはこの方式のパイオニアであった。ディーナーはテクノロジーに詳しい友人のデイブレイの勧めに従い、1995年後半にインターネット経由の予約サービスを施行。 1996年前半に本格実施。1996年中にホルンのホテル予約の8割以上がインターネット経由に切り替わった。経営が軌道に乗る中、ディーナーはアメリカのメディア界の大物であるバリーディラーが率いる IAC ・インターアクティビコープに接近。1999年7月、ホルンは IAC インターアクティビコープの子会社となった。2002年、IAC、インターアクティビコープのエクスピディアインク、買収に前後し、同年4月にホテルズドットコムのウェブサイトを開設、同時に、企業名もホルンからホテルズドットコム LP に、解消された。その後、エクスピディアインクとホテルズドットコムの、とも食いを防ぐ目的で、両社の営業スタッフの統一が進められた。 2005年8月、IAC ・インターアクティビコープからのエクスペディア・インクの独立に伴い、ホテルズ・ドット・コムはエクスペディア・インクの子会社となり、現在に至っている。2016年2月、エクスペディア・グループのオービッツ・ワールドワイド買収に伴い、オービッツ・ワールドワイドの子会社であったホテルクラブを吸収合併、また同年12月、 エクスペディアグループの企業の一つ VNERE.com e を吸収合併した。アメリカのホテル予約では2017年時点で市場シェア第4位となっている。日本には2008年に進出した。日本においても宿泊施設の仕入れの仕組みはエクスペディアグループと共有化されており、仕入れは同グループの日本法人であるエクスペディアホールディングス株式会社が行っている。 2014年3月より日本版オリジナルキャラクターナンパグを設定したブランディングを実施2018年11月同キャラクターを台湾、香港と共通のベルパグへと刷新した世界20万件以上の宿泊施設の予約ができる予約の手段はパソコンやスマートフォンからもしくは24時間日本語など多国語対応のコールセンターにて 対応化である。ただし、コールセンターは、海外にて行っているため、日本語を母語としないオペレーターが在籍している。2008年からホテルズドットコムリワーズと呼ばれる、独自の登録制リワードプログラムを実施し、ホテルズドットコム経由で10泊宿泊した会員に、1泊あたりの平均金額分を割引くサービスを行っている。 なお、検索結果に表示される一部の宿泊施設は、実際には、エクスペリアでの契約となる。ありがとうございます。